チャオ、あっちゃんです。昨日ちょっとねライブで、もうお話をしてんけどもね、お願い、視聴者さんにお願いやねんけども、まずね、まあ、3点ほど、まあ、お願いしてんけど、そのうちの1点、まず1つ目ね、一番先に言うとこかなと思ったのが、動画のネタバレコメントをやめてほしい。結局ね、動画を見る前にコメントを見る人がおって、動画を見る前にコメントを見てネタが分かってしまって、なんだと思って見る気が失せるって言ってね、メールをいただいたんやけどもね、確かにはね、動画の中のネタバレっていうのはもうこういう配信しとったらご法度なんよね。でもちろんゲーム配信もそうやねんけども、ネタバレしちゃうとやっぱり冷めちゃうっていうのもあんねんけども、普通の動画もそうやねん、いろいろなんとかチャレンジって言ったら結果は成功するか失敗するかってところのネタバレであったり、今日は何か食べますよって、あ、こんなん食べたんだっていうね、ネタバレ、やっぱタイトルとかね、サムネには書いてないからね、そういうのっていうのは想像しながら見るっていうのが楽しいねんけど、それはあっちゃんからのお願いじゃなく、視聴者さんの楽しみを取ってしまうことになるのよ。だから視聴者さん同士でね、そういう楽しみ、もちろん見てくれた人はね、もうちゃんとどういうネタなんか分かってるけど、まだ見てない人がいっぱいいてるんで、これから見る人のためにもね、ネタバレのコメントはやめてほしい。それと、動画を見てくれるにあたってね、まずコメントを見ないでください。それも大事なね、コメントを見てしまうとやっぱりその人のね、見た人の感想とかも書かれてるんでね、もちろんだからネタバレじゃなくてもいろんな感想を書かれてたら先入観で見てしまうから、動画の楽しみスポイルするんよね。だからなんていうのかな、まあね、映画なんかでもハッピーエンド、あ、よかった、幸せに終わったって書かれたらネタバレでもないねんけども、途中いろんなスリリングなことあったりね、ドキドキアクションあんのに、もう最後絶対幸せになんねんって分かっとったら冷めてしまう場合もあるやんか。だからそんなもあるからね、先にコメントを見てしまうとそういう結果になってしまうこともあるんよね。で、まあ、もちろんコメントにも、でもある程度のね、そのコメントっていうのは、ね、全くそんなやつ書かれんくなってしまうからやねんけども、もうネタバレに関してはやめてください。で、まあ、その中でね、コメントを楽しんでもらえるっていうのが一番かなとは思うねんけどね、やっぱり見る側も、なんていうかな、その見る側っていうか、視聴者さん同士でね、やっぱりその先に見てくれた人っていうのはその内容分かってるもんやからね、だから映画館の前であらすじ話すようなもんやから、それはちょっと冷めてしまうんでね、ネタバレコメントやめてください本当に。で、あと、まあ、なんていうのかな、コメント欄でね、やっぱどう言うたらいいんやろ、まあ、もちろんどの動画もそうやねん、今日のあっちゃんの雑学っていう動画ね、あえて今日の雑学はなんとかだよってあっちゃん言ってないよね。前はね、タイトルに今日はこんな、ネタバレじゃないねんけども、例えばまあ、ピースの日やったらね、今日はあっちゃんもネタバレしてしまうけどもね、みんな見てくれてると思ってるからこの動画に先にネタバレするけど、今日のあっちゃんの雑学はピースの日やったのね。だからって今日は、ピースの日だよって書いたら、あ、ピースの日かで終わってしまう。でそれに対する雑学がいいのか、ピースの日って書いて、見てもらう方がいいのか、そうじゃなく今日の雑学っていうことは毎日雑学出すねんけども、今日の雑学とか雑学やったら毎回タイトルあれやから、何月何日の雑学って書いてあるんだけども、その日にちなんでてもちなんでなくてもあっちゃんは雑学を言うように、一日一雑学言おうと思ってんねんけどもね、その中で今日はピースの日って書いてないねん。でもサムネに一応ね、こんなサムネにしてたのね。でね、他の日でもその雑学どういうテーマでやんのかなっていうのをある程度こう匂わすようなサムネにはしてんのよ、サムネはね。で何月何日雑学だけって味気ないから、それに対するちょっと今日の雑学にちなんだ何かをね、サムネに入れてんねんね。でその中で見てもらってね、ギラッと今日はピースの日だねとかって書かれたらちょっと冷めちゃうやん か、 だからそういう感じでね、ネタバレじゃなく
ね、うまく言葉を駆使して大人のね社交場としてコメント欄を使っていただければ嬉しいなって思うよ。でもちろんそれだけじゃなく、どこどこ行きましたっていうのももちろんね、これライブでも言ったんやけど、今日はあっちゃんどっか行ってきます、え今日はどこ行くでしょうかって、皆さん、ね、景色を見てあっちゃんの目的地推理してね、推測してねって言った時は、今日はねあっちゃん、あ東京行くんかな、三重行くんかな、東北行くんかな、九州かなとかで書いてくれたら、そうやって盛り上がってくれたら嬉しい。でも、今日のあっちゃんどこどこ行きます、どこ行くでしょうか、ブーって言ってゴール東京に着きましたっていう時に、今日は東京に来たんだねって書かれたら、あ東京行くんかってバレてまうやん。それは見た人しか分からへんわけやんか。だからそのギラッとした答えを書くんじゃなくね、だからそのあこの景色やと、景色を見てね、あもしかしたらここかなっていう推測はいいよ。でも答えが出てる動画、例えば東京まで行ってゴールまで行った動画、今日はどこ行くでしょうかとか、今日はドライブ雑談です、あ今日は東京行ったんだねとかって書かれると、見る人があもう目的地東京かってなってしまうやん。タイトルで東京行きますってなったら、東京行ったんですねって書いてくれたらいいよ、もちろん。でもそうじゃない、今日はどこ行くでしょうかとか、ちょっと遊びに行ってきますとかタイトルでディズニーランド行ったとかだったら、ディズニーランド行ったんだねって書かれたら、遊びに行ってきますって言った、あのサムネで、あっちゃん運転してるサムネでディズニーランドってワードは出てけへんやん。だからそこのところディズニーランドって書くのやめてほしい。まあ具体的に言ったらそんな感じやねんけどね。あとね、粘土こねこねしてるサムネで、今日は粘土で何か作ります、最終的に粘土でゴジラができたとしたら、ゴジラうまくできたねって書かれたら、なんやゴジラ作るのかって、じゃあもみあんでいいかってなったりするよね。だからそんなと一緒で、やっぱりね、ある程度のその答えっていうのはなしでね、うまくうまくその辺立ち回ってもらえたら嬉しいなって思うんだよね。だからギラッとした完全なネタバレだけはやめてください。で、あとまあね、ね、もちろんそれでね、推理で当たる分にはええねんけども、動画内にも答えがある場合は答えは書かんといてほしいね。その辺ちょっとね、注意してほしいなと思うんだよね。はい、それと、くれぐれも言うねんけども、動画を見る前にコメント欄見るのはやめてください。でそれはあっちゃんからのお願いじゃなく、見る人の気持ちがね、楽しくなくなってしまう。だってね、誰かがこんなこと書いとったら、もしあっちゃんがどっか行きますとか言って、実際答えは東京やねんけども、途中ね、名古屋とか静岡とかって書かれたら、あ、名古屋行ったんか、静岡行ったんか、じゃあ見んでいいわと思って見んひんしてもいて、実際東京まで行ってる道中映ってたりね、そのあんのに、やっぱそういうね、答え的なものを書いてしまう。で、と、なんかもういやとかなったりもする。答えとかとか、そう憶測で嘘の答え書かれたりとか、ほんまの答え書いとってもね、なんかまあそういったら見んでいいかなとか思ったりもしてしまう。うん、そういうところもね、あれなんで、ね、憶測っていうのはいいんだけどね。まあそういうね、ネタバレ的な要素ってね、やめてほしいなと思うんで、そこはよろしくお願いします。ってことで、今日はまああっちゃんからのお願い第一つ目ね、ネタバレやめてねっていう動画でした。皆さんぜひぜひこのルールじゃないねんけどもね、まあ、動画を見るマナーとしてね、ネタバレはやめましょう。よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。まあ、これからねコメント欄も楽しんでもらうためにも、あんまりルール作りたくないねんけどもね、ルール作っていかんとやっぱみんなが楽しまれへんのでね、ちょっと固くなね、もうね立ち回りにくくなるかもしれないしね、もう面白さがなくなるかもわからんけどもね、これもみんなが楽しむためやと思って、ぜひぜひ守っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。